こんばんは。今回は会期内の再調整が来ましたんで、背の方見ていこうかなと思うんですけど、先にちょっと注意を言っておく必要があるかなと思いまして、いろいろ試したんですよね、会期リニア。なんかどのキャラに勝てるのかなって試したんですけど、ちょっとどうやっても評価を上げることができなくて、もしかしたら会期リニア使ってる人からしたらちょっと不快に思われる表現があるかもしれないので、先にちょっと謝っておきます。すいません。本当に申し訳ないです。本当に。強い要素がマジで見当たらなくて、本当に申し訳ない。もう上げることができないので、先にちょっと言っておこうということで、はい、ちょっと、はい、言っときます。ちょっと本当に、ね、もういや、直接的な悪口とかは言わないです。そういうのは言わないんですけど、ちょっとどうしても救えなくて、このキャラ、本当に。後継者はまだ、初手が強いから、別に、途中で戦えなくてもいいんですけど、このキャラは初手も使えないし、どうやったら救えるのかなと思って、本当に、サムネに弱いって言おうと思ったぐらい、悩みました。多分弱いって入れてないですけど、その弱いって入れてもいいぐらいちょっと変わってなさすぎて、ほぼ変わってない。これ何が変わったんですか？本当に、一応打球硬直無効とかついたので、嬉しい要素ではあるんですよ。ただそれ、エンマラケでいいんですよね。で、移動速度とかの補正がエンマラケと変わんないので、エンマラケの、再調整来る前のリニアとほぼ変わってないです、やってることが。変わったとこで言うと、この軌道が見える効果ぐらいですか。これぐらいで、正直ほぼほぼ使用感は変わんないんです。だから、上げる要素ほぼなくないですか、こんなん。だって、変わってないですもん。だって、再調整される前と変わってないから、もう上げる要素も何もなくて、だから、本当に申し訳ない。本当にもう、どうにか探したんですよ、強いところを。探したんですけど、見つからないです。ミュウエとかの、スタミナが大事なキャラ、そこら辺を、削って倒すぐらいはできるかもしれないですけど、それ別に再調整前でもできたんですよね。だから再調整されたから勝てるようになったキャラがいるかって言われると、いないです。誰もいないです。勝てるキャラ増えてないです。だから、再調整した意味ないんですよ、もうほぼ。エンマラケ以外の選択肢が増えたっていうところぐらいで、基本的には、再調整前と変わってないんですよね。だから、どうしたらいいんでしょうね。一応今回アレスで使ったんですけど、枯らして勝てるようなキャラがね、今の環境にいないんですよ。そんな弱なキャラいないんです。だから、アスラだけとかで、得点源を増やした方がいいかもしれないですね。この国枝さん対面とかだとほぼ使えないけど、枯らしてからのアスラとかで決まんなくもないかもしれないので、そっちとかの方がもしかしたらいいかもしれませんね、といった感じで、そうですね。エンマ対面に関しては、後継者の時とほぼ一緒ですかね。削ったとこでエリアがあるんで、バック側に打ってワンチャン抜けるかなぐらいで、正直ね、主な得点源がなくて、点取りようがないっす。ほんと。だから、どうなんだろうな。それこそだって、リニアに対してストームで攻めることもできるから、後継者よりも、ちょっとエンマに弱いかもしんないかなと思いました。本当にどうしたらいいんですか、このキャラ。褒め方を教えてほしいです。ちょっとコメントの方でね、このキャラは、ここが良くなったんですよってあったら教えてほしいです。だって、変わんなくないですか、もう前と。本当に、自分がわざわざ下げたくて下げてるわけじゃないんです。本当に変わってなくて、なんでこれで実装したのかなと思って、ほぼ変わってない。これで出すぐらいだったら、他のキャラで魔改造した方が良かったんじゃないかなと思うぐらい変わってないので、立ち位置的には、本当に国枝さんの相棒ってぐらいですか？国枝さんが打球の固定キャラとかにはダメージが、一応45とか入りますけど、それを破壊して、ダメージを通すために使われるぐらいで、それぐらいしかないです。だからそれ別に、再調整前でもできてたことなんで、実質的にほぼ変わってないんじゃないかなっていうのが、個人的な評価ですかね。レクト君が、硬直しなくなったとかだったら強かった。それは強いと思う。ただ、ほぼ変わってないし、ちょっとスルーする球もね、ちょくちょくあるってことで、救える要素がちょっとないんじゃないかな。もし国枝さん持ってないんだったら採用することはほぼないんじゃないですかね。あれの相方として使うぐらいで、基本的にリニア単体で採用することは多分ないと思います。本当に玄関強キャラ通用するならいいですけど、通用しないんで、それこそ同期の後継者とかにもダメージで負けるじゃないですか。ダメージで負けるっていうか、あっちダメージ入らないんで、それこそレクトのドロップを安まで前で取られたりとかさ、するぐらいだから、
多分、まあ、やってないですけど、多分後継者対面も負けるんじゃないかなと思うので、なんかね、その玄関境においてそのリネアを上げるポイントっていうのが鴻上さんのお供ってだけなんで、そうだな、なんかリネア自身の評価にはつながらないなと思ってるんです。その国枝さんの評価を上げると、その入れるとしたらそれ上がりますよ、それ上がりますけど、国枝さん抜きであれば、なんか入れなくていいんじゃないかなと思っちゃうので、なんか昔はね、なんか使ってて楽しかったキャラではあるんですけど、なんか今となってはちょっと通じないキャラが多くてね、なんか使いづらいなぁと思いました。なんか本当にね、謎キャラかなと思います。なんか、まあ、つけるとしたら、なあれつければちゃんとパラメーター上昇封印、あれつければ国枝さんが足が細くなってワンチャンいけたかもしれないので、まあテレシャみたいな感じで削りとしても使えますし、パラメーター上昇封印があればワンチャンちょっと輝けたかもしんないですね。こんな感じでちょっとなんか変わらなさすぎて、なんか立ち位置が多分玄関によると変わらないんじゃないかってのが結論ですかね。でほぼ変わってないですもん、やってること。軌道が見えたところで何が変わるんですか本当に。これ何、これ黒子メタなんですか、なんかよくわかんないけど、なんでついたんだろうな、これ。まあ、カーブとかカーブ SS 取りやすくするためなんですけど、なんか、したところでな、もう、ビームと合わせられたら無理だし、まあまあ、一応その、ね、エンマラケット合わせたら、不動つけれるんで、一応、抗えなくはないっす。動画としては、不動リニア使ってないんかな、わかんないけど、その、使ってないんだとしたら、一応ここで喋っとくんですけど、不動リニアにしても、勝てないです。ビームを、避けたところで、正直ダメだし、なんか点取れないんですよ。だってもう得点力違いすぎて点取れないっす。だから、正直国枝さんも無理だと思います。仮に不動をつけたとしても、それもありました。あれです。20秒でループしないんですよ。なんか、途中で不動切れちゃうんで、そこでビーム合わせればいいだけなんで、まあ無理なんじゃないかなと思いますね。削って倒せるなら別に他のキャラでいいんですよ。だから、それほど甘くないってことですね、今の白手には。ミュウエとかもそうなんですけど、削ってどうにかなる環境ではないので、ちょっと、このキャラの出る幕はほぼないんじゃないかな。まあ、使おうと思えば使えるけど、なんか使おうとして、なんか使いたいなと思って使うキャラではちょっとないかな、玄関境だと。なんか、どうにか国枝さんを玄関境から、その、引きずり下ろさない限りは、輝けないかな。でも国枝さんが落ちちゃったら国枝さんのお供っていう役割もなくなっちゃうから、何をするのかがわかんないんですけど、ちょっといいところあったらコメント欄の方で教えてくださいということまで。ありがとうございました。お疲れ様です。